アリスショップ外観、鏡の国のアリスに描かれたザ・オールド・シープ・ショップの店内風景アリスショップはオックスフォード・セントール・デーツ通り83番地に位置するイギリスの商店である。この店はルイス・キャロルの自動小説、鏡の国のアリスに描かれたことで有名になり、現在も当時の外観を保ったままアリスグッズの専門店として開店している。 アリスショップは、オックスフォード大学の学寮クライストチャーチの入り口、トムタワーの真向かいにある、600年の歴史を持つ建物を使用した店で、キャロルが作品を書いた当時は、シープショップという名の雑貨店であった。羊の店は、同学寮に住んでいたキャロルとアリス・リデルの行きつけの店であり、アリスはしばしば、キャロルと一緒にこの店を訪れて、好物のバーリーシュガーを買っていた。 当時の店主は羊の鳴き声のようなしわがれ声の老女であったという。アリスの物語にしばしば自分とアリス・リデルとの共通の知人やなじみの場所をモデルにしたものを登場させていたキャロルは、鏡の国のアリスの第五章、羊毛と水の中にこの馴染みの店をザ・オールド・シープ・ショップとして登場させた。物語の中では、この店は本物の羊が店番をしており、 店内には様々な品物が置いてあるが、アリスが品物をよく見ようとすると決まってその棚だけ空っぽになってしまう。鏡の国のアリスに挿絵をつけたジョン・テニエルは、この場面を実際の羊の店に忠実に描いているが、ただし、鏡の国の話であるため左右反転した形にされている。アリスの物語が有名になると間もなくこの店はアリスショップの名で呼ばれるようになった。 店は依然として雑貨店のままであったが、1960年代の半ばからアリスグッズの扱いをはじめ、現在は作品ゆかりの名所であるとともに最も著名なアリス関連商品の専門店となっている。ありがとうございます。